あれあれあ、やっぱり演出しましたね、彼。ここで行こう。どこどこここ、無理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 、青か青か。これが日本一の道楽街、歌舞伎町です。どうもー、レンです。あ、どうもゲンです。あ、こんばんは。あ、こんばんは。お久しぶりで。今、そうですね、スクランブル交差点ですか。あ、都会やね。都会やね。ここ、どう都会よは。コロナも明けたしさ。そうな。コロナ明けた。そうな。コロナって明けた、ようわからんけど。わからん、ようわからんけど。なんかでも、確かに人多いな。うん、緊急事態宣言が明けた後ですね、今日は。そうね。はい。で、まあ夜の散歩、最高。今やからね。最高。夜散歩しようと。久々のおバイク最高。久々のおバイク最高やな。ああ、まあ僕渋面なんで、やっぱりあの渋谷は詳しいねんけど。ああ、これ今どこ向かってんの？俺の。わからんけど多分。俺のホーム。もう原宿らへんやな。ここ あ、もしかしたら原宿ピーポー？表参道ピーポーかな。嘘つけ、そんな。そんなお前金持ってへんやろ、そんな言うたって。表参道で毎日飯食ってるから。表参道でステーキ食ってる。あ、マジ？表参道であれ、うん、もしかしてビトンとかブイブイ言わしてらっしゃる方。そうそう、ビトンとかね、ブイブイ言いながら見てる。いや、ブイブイ言いながら見てるじゃん。ブイブイ、ブイブイ言いながら見てんのよ。あ、ブイブイ言いながら見てるだけじゃなくて。ブイブイ言わせてるんじゃなくて、ブイブイ言いながら、なええー、なーとか言って。毎日それも。そうそう、毎日。やばいな、頭おかしいんじゃん、マジで。で、いきなりステーキで食べてる。あ、いきなりステーキもそんな買って言って高いけどな。高いな。間違えた、吉野家の間違えた。そんなにもん食われへんもんな。あ、吉野家が限界。吉野家限界。ちょっと贅沢して吉野家。ちょっと、でももうね、この緊急事態宣言の時で、レン君もだいぶどうすか、バイク慣れたんやろ。バイク慣れたけど、慣れたっつったらお前緊急事態宣言中乗りまくってたみたいな。あなた乗りまくってましたやん。いや、レイ君乗りまくってたよ。マジで乗ってないわ。でもレイ君通勤とかはしてたやろ。いや、通勤はしてない。俺だって家やもん。あ、マジ？若干してたんじゃない、うん、なんかちょくちょく。うん、してないしてない。あれあれ、あ、やっぱり演奏しましたね、彼。静かに演奏しました。演奏して、演奏。静かに演奏しました。はい、ありがとうございます。バラすなよ、お前。今、バレてへんかったやんけ。ちょっと上手くなったって言った割には、割と静かに演奏されました。わかったやろ？だから全然乗ってなかったってことは。あ、そういうとこやで、ほんま、レン君。慣れてへんのにさ、そうやってさ、ブイブイ言わしてる割にはさ。ブイブイ言ってるのは、ビトンの前だけやから。しかも、ビトンなんや。ブイブイ言ってるだけやから。で、これ今新宿に向かってるやつって。知らんよ、俺レン君についてきてるだけやって。なんとなく頑張って新宿に行こうと思ってんねんけど。レン君なんかやっぱ本職の方でやっぱ外を歩き回るようなホームレスみたいな仕事してはるやん。だからまあ分かるかな。営業全員にぶたれる。営業でしたっけ。営業の人全員にぶたれろ。営業でしたっけ。あなた様営業でしたっけ。あ、営業や。ごめんごめん、ホームレスやと思ってた仕事ちゃうわ。だから営業の人全員に怒られろ、お前は。失礼。あ、そういうね、そういう仕事してらっしゃったんですね。だからなんか、そういう仕事してるけど、俺別に都内なんか電車やから。でもなんかちょっと詳しなった言うとったもんな、都内も。まあ若干、多少な、若干悔しなった言うて。多少な、やっぱバイク買って行動範囲広がりまくった言うとったやん。まあ行動範囲は広がったな。都内を意味もなく散歩したりはして。やっぱバイク乗ってましたよ。いや、緊急事態宣言になる前にな。かたくなにその辺認めない。だから俺緊急事態宣言になってからはもう家で筋トレして、でなんかやることなさすぎて意味わからん凝ったご飯作って。待ってください、レン君筋トレしたんすか。筋トレしたんすか、レン君。筋トレしたよ。その割になんかもやしみたいな体しますけど。あのね、たんのよ。ほら、会ってたっちゃ会ってたけど、用事とかあった時は。でもまあ、何やかんやって、まあ、久しぶりやん。だよな。まあ、待って、ごめん、話の途中で新宿やで、これも。会っていた新宿駅。なんかあれやな、キレるようになったな、レン君。え？レン君もキレるようになったな。キレる？うん、もうキレキレのツッコミできるようになったな。昔はもっとふにゃふにゃやったけど。あ、そう、うん、よかった、それは。もっとふにゃふにゃで、ほんまに、やばいな、思ってよ。いや、まあでも昔からキレキレやって言われとったけどな。誰お前今日もキレキレやなって言われて、多分いじられてたけど。あれさ、言われてるじゃん、バカにされてるだけやで。そういうことやな。
せやで。嘘と感づいてたけど。あ、嘘分かってたやん。分かってたやねんけどな。あ、そう。で、どの辺が歌舞伎町なん？全然わからん。あの辺。とりあえず歌舞伎町の方をちょっとスーッて通ってってみたいからさ。お前歌舞伎町なんてお前そんなバイクで行っちゃうけど。いやじゃなくて、の横、あのキラキラしてるから、ね、キラキラしてるから多分ね、もっと左なんですよね。じゃあどっかで左折しようか。そやね、ここはちょっと怖いな。ここはちょっと怖いわ。行けたて。行けた？行けたて、ここで行こう。どこどこここ、無理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 。あ、おか行けたて、行けたて。今その矢印出しとったな。ここやな。ここや、こここそ行けよ。ここは行けるわ。まあどれぐらいレン君みたいなやつがおんのか。やっぱレン君なんだかんだだって、なんか開けた日に1日目なんかオールしたって言ってたんや。飲んでへんわ。え、ちゃうか、全部嘘や。これがこれが都会の人やけ言うとったやん。け言うやつは都会の人ちゃうわ。ちゃう。でもたまにレン君言うやん、何々じゃけみたいな。広島入ってへんわ。入ってなかったっけ。全く入ってないわ。あれじゃなかったっけ、あの赤ワンピースの赤犬にさ感化されて広島弁喋るようになったんじゃなかったっけ。そうか、あいつ広島出身やったんや。あいつなんか時代の敗北者じゃけ言うとって、いやいやじゃけ言うもんな。これでも歌舞伎町の方に全然向かってないけど大丈夫かな。いやもうそろそろ左ちゃうけ。この辺左行く。いやまあまあまあ、でも左行ったら新宿駅って書いてるからな。ほらな、言ったやろ、言ったやろ。まあ俺の方が都会詳しいやん。渋めの方がいいやん、渋めの方が。いやな、結構なんか飲んではる人いますね。ああ、飲んでるよね。まあ飲むよね。だって俺も庶民、ね、生飲みたいもん。飲みたいな。え、レンはあれやったっけ、このまま飲んで帰んやったっけ、レン君。いや、鬼の飲酒運転。だから結構レン君ってあれじゃない、悪いこと全部してきたみたいなタイプじゃないの。いや、俺そういう言いたい感じの人ちゃうから。割と真面目に言ってきたから。飲酒運転なんて余裕ってこの前俺に言ってたくない。飲酒運転だけはマジでしたことない。だけはね、だけはね、だけは。いや、もしたことない。お兄さん、他何やったことあるんですか。もうしたことない。もあ、マジで蓮くん、もう言うてる間に。ここ左か。ここ左ちゃうか。左行こうか。これだってあれやろ、もうまっすぐ行った南口のとこやろ、多分。多分な。お、ほんまや。これでここが歌舞伎町。ほら、歌舞伎町やん。なんか歌舞伎町ついたで、歌舞伎町。歌舞伎町ついたで。でも、ここはあんま人おらんな。そうやな。なんかもっとワッサンがおるイメージあんねんけどな。鬼込みしてるわ。やばいやん、激ゴミやん。鬼込みですわ。じゃあこのまま新宿帰って、あ、新宿ちゃうわ、どこやったかな。これが日本一の道楽街、歌舞伎町です。おー、あー少ないな。でもあ、少ない少ない少ない、うん、なんでさ、うん、レン君さ、うん、走ってない走ってないって言う割にはさ、うん、バイクにちょっと年季入ってきてんの。年季入ってないよ、ピンピンよ。そうかな、キラや。そうかな、なんかタイヤとかすげー減ってる気がするし。え、タイヤとかめっちゃ減ってる気がするし。あの、それは俺の普段の使い方がよろしい。え、普段から使ってるってことですよね。言葉尻を捉えて攻撃していく。コロナウイルス前のね。いや結構ね、コロナウイルスギリギリぐらい納車してますからね、あなた。そこで1000キロ行ったからね。ワンデーで。ワンデー1000キロ行ったんすか。ワンデー1000キロ行ったから。僕一緒に行ったら200キロぐらいですけど。そっから俺はあと800キロ一人で行ってるから。マジっすか。ワンちゃん大阪帰れた。大阪東京往復したんすか、1日。往復できた。まあその割にな、なんかな、さっきついさっきインストしてんけどな。してないよ。してたよ。してないよ。してたよ。全然発信せへんかったやん。新宿や。おう、全然おらん南口人。ちょっとそろそろ 渋谷の方戻りたいんですけど。おう、そやねんな、俺もそう思ってんねん。ここどこなんすか、レン君。わからん。だってあれ都庁やで。あれ都庁やんな。あんなさ、なんかなんていうん、ウルフ・オブ・ウォール・ストリートとかのさ、悪者が住んでそうな家。都庁やで。
まあじゃあ今日はそろそろ蓮くんありがとうな。ありがとう、こちらこそ。でもまだ一つだけはして。あ、ここどこ。うーん、頑張って帰ろう。はい、じゃあまたお疲れ。はい、はい、みたいな。